二川級フリゲートは大韓民国海軍のフリゲート。浸水前は FFX とも呼ばれた。北方限界線付近で散発する武力衝突や高梁浸透事件のようなゲリラコマンド事案などに対抗する必要上、韓国海軍にとって沿岸防備は最重要任務の一つである。その中核戦力として1980年代には歩行級コルベット及び ウルサン級フリゲートが建造された。これらの艦は2010年代には更新が必要になると考えられており、その主力として開発されたのが本級である。当初は3000トンクラスのフリゲートを24隻建造する計画であったが、計画が進捗するに従って2700トンへと船体規模が縮小し、ネームシップ浸水時点ではバッチ1として、 ひとまず2300トンクラスで6隻建造されることが決定されている。2008年に現代重工業が第一次 FFX の建造を受注することが決定。当初は2015年までにバッジ1の6隻全艦が引き渡される予定であったが、これは大幅に遅延し、2011年4月にネームシップが浸水、2013年1月17日に海軍に、 引き渡された。一隻あたりの建造費は約120億円。その後、2016年6月3日には改良型であるバッジ2の一番艦となる FFG-818 テグが浸水した。同艦では、手機をコドラグ方式に変更し、加速機をロールスロイスマリントレント MT-30 としたほか、国産の股艦防空ミサイル及び軽、 アスロック対戦ミサイルのための VLS が装備されるなど大規模な設計変更が加えられているため同艦以降はテグ級フリゲートとして区別される。後に現代銃工業は本級をもとにフィリピン海軍向けとしてホセリサール級フリゲートを建造している。艦名は大韓民国の地方行政区画から取られている。ウィキメディアコモンズには 似川級フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。